これからヤゲオネクセンサスの紹介を始めます。よろしくお願いいたします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みについて教えてください。メイン業務は白金即音低抗体プラチナの即音低抗体の製造販売になっております。うちの製品は非常に精度の高い 0. プラスマイナス 0.1 度での即音が可能なことと、広範囲の即音マイナス200度から1000度までの即音、こちらが弊社の製品の強みになっています。ありがとうございます。次に今回の展示会での一押しの出展製品とその強みについて教えてください。はい、今回展示している製品で一押しの製品はこちらにあります、即音低抗体 SMD-SC といいまして、ハンダ付けではなく銀小結で基板台に取り付けるという製品になっています。で、主に使われるアプリケーションなんですけど、EV 用のパワーモジュール、こちらに、適した製品になっています。ありがとうございます。では最後に一言メッセージをお願いします。ヤゲオネクセンサスの知名度ちょっとまだ高くないんですけれども、今回の展示会で皆さんに知っていただければと思いますのでよろしくお願いします。以上でヤゲオネクセンサスの紹介を終わります。